はい、続きまして、どれくらい一般ユーザーとプロとの打ち方でホルコン以上が出るように設定はしてるんでしょうか。これの設定値は多分その、まあ、お店さんによって多分違いますけれども、例えばその各編中のとろみ打ちです、ね、これに関しては弾を減らさないように打つぐらいだったら多分セーフです。あの異常は出ないと思います。増やしてしまうような打ち方にしてしまうとまず出ると思ってください。あ、そうなんですね。あれって例えば分かりやすいのが今北斗無双が分かりやすいと思うんですけど、北斗無双で1ラウンドあたり146を超えたらなるとか、そういう風な感じしてるんですか。1ラウンドあたりというよりも大当たり1回、まあ、例えばその16ラウンドの出玉が、まあ、この範囲からこの範囲だったら OK、 これ以上出たら異常として発砲しますっていう風な設定の仕方になるので、ひねり打ちを毎回全ラウンドで 1,2 発入れるぐらいのレベルだと多分出ると思います。あ、そうなんですね。あ、それで僕意外とびっくりしたのが、ひねり打ちはいくらやっても OK でサポは減らさないとみたいな感じで思ったんですけど、関係ないですね。サポもひねりも両方合わせての乱発中出たら警報になるみたいな、そういう感じになってるってことなんですね。そうです。まあ、ただあの目視とかでバレたらちょっとあのひどい場合は声かけます。やっぱり大体割合的に目視とホールコンピューターとどれくらい声かけるんですか。まあ、目視の方が多いですね。異常発砲が出てない限りはです。それはもう一発でもう来ないでくださいねって言いますか、発見したら。まあ、これもお店によるでしょうけど、まあ、一発はさすがにちょっとかわいそうだなと、まあ、それぐらいので、一発はさすがにかわいそうなので、いいから柔らかく、ね、軽く、すいません、ご遠慮くださいねぐらいで声かけて、あ、それでもなおやるようでしたらちょっときつめに言って、もう3回目はもうないよ。優しいですね、だいぶね。3回まではあの見てくれっていうのはだいぶ優しいお店ですね。まあ、態度によってはあの2回目でちょっともうこいつ出そうかなって思う時はあります、はい、なるほど。ちなみにそれはサポ中であってももう出てってっていうことありますか。あります。え、あるんですか。あります。何回も言っても聞かなかったからもうやめてっていう風な感じなんですか。さすがにあの頭来たらそこまでやる時もあります。よっぽどの態度だったらってことですかね。よっぽどひどい態度であの言ってきたらですね、これがもう1秒でも早く店から出てってもらおうっていう気になっちゃいますよ。ああ、そうなんですね。まあ、お店あってっていうことですからね、打ち手も考えながらやっていただきたいなと思います。ということで、ね、今結構出禁のワードは出たんですけど、出禁についてお聞きしたいんですけど、どういう人たちをよく出禁にするかという、まあ、一つはお店の中で犯罪行為を働いた方ですね。その他人の IC カードを盗んでしまうとか、出玉を盗んでしまうとか、まあ、そういった犯罪行為に関しては漏れなく出禁にします、ね、そうですよね、犯罪ですからね。あとはまあ、いろいろあの基準はあのお店によって違うと思いますけども、基本的にはお店のお願いを聞いてくれない方ですね。そのマナー違反であったりルール違反であったり、まあ、そういったことに関して見つけた時に、まあ、やっぱりお店としてはそういうのやめてくださいねっていう風にお願いはしに行くんですけども、はい、まあ、そこでもう突っ張ねたりとか丸無視するとか、話を聞く態度にもなってないとか、反論をめちゃくちゃこう持論をつらつらと展開されて、俺はこう思うんだとかっていうのをそういうの言ってあのいっぱい反論されたりとかじゃなくて、僕はこっちのこうお店としてはこう思ってるからこういうふうにお願いをしてるんですっていうのをあの全く話を聞いてくれない人、ちょっとお断りしようかなとかっていうのと、あとは周りのお客様のご迷惑になりそうな人。どういう人ですか。まあ、一番多いのはあの泥酔したりとか、まあ、その時はあのその日にあのもう今日はお帰りくださいって言うだけでも今後の出入りはとかっていう話まではしませんけど、まあ空き台感染が何回言っても治らない人とか。空き台感染。空き台に座って連れの打ってるところをずっと見てるとかですね。でスマホをいじずっとやって、これこっちもあの声かけて、かけていただけませんかっていうふうには言うんですけど、ああ分かった分かったって言ってそのままどかないでずっと同じことやって。スロットので多いイメージがありますね。スロット多いですね。高設定だから取っときたいみたいな感じなんですかね。それもありますし、まあ、そのグループ打ちみたいな感じでちょっと台を抑えたりとか、その朝の入場とかでもちょっとありますね、そういうの。朝の入場で、あ、なんか他の人の取ってってことですか。早い番号で入った人が、はい、自分の台を抑えて他の台のデータをちょっとポチポチ見てるふりして連れが来るのを待つみたいな。体でブロックしてるみたいな感じ。あ、そうです、そうです。こういうズルをやってる方とか、あの大体お店見てますから。見てるんですね、はい、はい、なるほど。あまりひどかったらやっぱり声かけて、あのもう次はっていう話はしますね。なんか防犯カメラってなんかすごい携帯のメールも見れるぐらい見えるって聞いたことあるんですけど、そんくらいしてるんですか。ここ5年
ぐらいの性能とかだったら見えます。見えますか。見えます。ぶっちゃけ見てますか。そこまで暇じゃないです。見ようと思えば見るけど、そこではしないと。まあ、やっぱり何かあった時は拡大してみますけど、まあ、あんまりずっとそこ拡大してたらですね、他の周りの状況とか映んなくなっちゃうんで、そんなにほど拡大はしないですね。これを質問してしまったら、お前やる気だって思われちゃうと思うんですけど、ひねり打ちの作業とか、止め打ちしてるのとかをアップしてみたりとかは しますか。そういう時にアップにします。むしろそういう時にすると。だって、店員さん後ろいたらやらないでしょ。はい、おっしゃる通りです。だから、あえてそこを後ろに行かないようにしてって言って、アップにして見てます。見られてます見られてます。そうですね、はい、そうですよ。僕さっき心の声でですね、はい、目視では僕絶対バレないかって思ってたんですけど見てるんですね。だからキョロキョロして今店員いないから今のうちにやったりっていうの大体無駄です。痛い痛い。わかりました、ありがとうございます、はい、続きまして、店長さんがお客さんでこの人に還元したい、この人にはもう出ないでほしい、歓迎したくないっていう人とかっていたりしますか。まあありますね。どういう人に。やっぱりいつも来てくれる常連の方々にはきちんと歓迎して、まあ、また明日も遊びに来てねっていうふうに思います。逆に歓迎したくないお客さんっていうのは、まあ、例えばそのもう特定日にしか来ない人とか、もう完全にね利益しか考えてないってことですよね。美味しいとこだけもらいに来ましたみたいなお客さんは正直あんま出したいと思うんですね。なるほど、まあそうですよね、はい、でもそれ分かっても思ってるだとしても、なかなか還元じゃあしようと思ってもすることって難しいですよね。まあ特定の人にじゃあ還元するとかって、まあそういうね機能がないんですか、そのボタンで、ね、ありませんから、もちろん、まあ、そこは難しいですけどね。例えば、まあ、すごい毎日来てるおばあちゃんとかがずっと同じ台の海物語売ってますとかなったら、その台の釘を良くしたりとかすることもできると思うんですけど、それはやっぱ僕も人なんで、あります。あるんですね。あります、あります。よく座ってる台の設定、ストットの設定を良くしたりとか。どうせ追っかけるやったら 2,3 日同じ台を追っかけた方がいいです。そうなんですね、はい、でもそれは上手くない人は話になっちゃいますね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、続きまして、これすごい気になる質問なんですけど、営業していて利益が取れる台、利益取れない台っていうのはありますか。もちろん全然機種によってはい、まあ、利益が取りやすいとか取りにくいとかっていうのは全然あります。ああ、やっぱりそうですよね、はい。じゃあそれ、利益取れる台取れない台、スロット、今回まあパチンコ中心なんですけど、パチンコとスロットそれぞれ教えていただいてもいいですか。まあ、あんまり古い台を言っても多分分かんない方も多分いらっしゃるかと思うので、まあ、今もちょっと残ってるような機種で言うと、まずは利益取れない台からいきます。パチンコから教えてもらっていいですか。ここ数年で一番利益が取れなかった機種っていうか、もうこれもうほぼ設計ミスのレベルですけど、カツ丼。ああ、まあそうですよね、確かにね。カツ丼が、はい、確かもう全然取れずに、はい、終わっていきました、ね、そうですよね。なんか何だったんだっけ、僕その時打ってなかったんですけど、設計ミスだったんですかね、あれは。設計ミスなのか、はい、シミュレーションミスなのかは分かりませんけど、はい、普通の調整ですごい出ちゃうってやつですよね。甘すぎましたね。最近だとあれですよね、東証ハゲ。東証ハゲはどっちかというと攻略打ちみたいな感じですね。で撤去になったっていうケースですね。攻略打ちで撤去になった台、どこもやっぱり取れないですね。当然攻略されてますからね初代ファフナーとか懐かしいですね、もう秒で撤去ですね。なるほど。スロットのじゃあ利益取れない台は、ここ数年の中で言ったら、みんなが好きかどうかは分かりませんけど、メゴ姫。ああ、まあ確かにそうですよね。普通に打って 100% 超えるんですもんね。とかディスクアップ。あ、ディスクアップも確かに、それも確かに僕も少ない知識ながら、なんとなくなんだかんだでやっぱり出ます。やっぱり両方とも技術介入駆使すれば 100% 超えちゃうからってことですよね。そうですね。ディスクアップよりもやっぱメゴ姫の方がマイナス様は若干大きいような感じはしますね。それでも置いとくのは、まあそこはもう諦めてるみたいな感じなんですかね。
まあ、置いてるホールさんは多分その甘さで打ってくれるお客さんがいるから、まあ、置いとこうみたいな考えじゃないですかね。なるほど、はい、逆にすごいもう儲かって儲かってしゃあないみたいな利益取れるだろ。パチンコはですね、全国データ見てて結構これはすごいなと思ったのが餃子の王将と。王将7000のやつ。薬物機そこですか。薬物機はやっぱり、まあ、利益がかなり取りやすい部類にはなります。王将なんでそんなに利益取れるんですか。まあ、今はその1日稼働フル稼働することないと思いますけど、1日当たらずに終わったりすることが多いでしょ。はいはい、だからじゃないですか。あ、夢を追いかけてくる人が来て、でもそんなに頑張ってなかった。頑張ってない、はい。それでも他の薬物機、トキオとかそういうのでも結構利益取れるってことですか。羽物とかは、例えばトキオスペシャルとかトキオプレミアムとかは、まあ、もちろん適正に、まあ、遊べるような価格で、やってると思いますけど、トキオブラックとかになるとこれまた話が変わってきます。違うんですか。結構利益は取れてますね、あれは。そうなんですか。やっぱり一発機なんで、やっぱあの天下一戦とか天竜とかあのあたりは、まあ、結構利益が取れる台ですね。あ、そうなんですね。なんか天竜一時期ものすごい出てるイメージがあったんで、あのお店は赤字なんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことないんですね。全然そんなことないです。儲かるから増やすんですよ。そうなんですね。お店にちょっと美味しい台だったんですね。もちろん勉強になりますけど、は夢はちゃんと見せてくれますから。たまにあのちゃんと答えてくれますから、ね、そこの楽しさは、まあ、やっぱあのああいう台ならではですね。夢を追いたい人にはいい台と、ドキドキ感とかね、うん、もうたまんないって。じゃあスロットの利益取れる台、これは僕なんとなく分かるんですよ。ゴッドじゃないですか。全然違います。え、違うんですか。あれすごい儲かったんじゃないかなって思ってたんですけど、凱旋はですね、まあ、やっぱもちろん売り上げとかもあのかなりありますけども、基本設計がやっぱり甘いんですよ。なのであの皆さんが思ってるほど儲からないです。ので圧倒的にこう、まあ、5、6年ぐらいの中で利益取れた台は置き時です。置き時、設置期間も長いですし、機械性能もね、まあ、6でも入れて 108% しかありませんからね。1だったら結構低いと。まあ、それでも1でも万枚出る力を持った機種なんですね。ああ、それでも打つ人がいるからとびっくりしましたね。はい、いろいろ、まさかパチンコは王将、スロットドキドキと、はい、びっくりな答えでございます。ありがとうございます。で続きまして、今ね、やっぱりね、僕のチャンネルでもよくお話ししてるんですけど、 U タイムなんですけど、 U タイムは夜閉店してラブクリしますかしませんかという。これはもうあの店によるとしかもう言えないですよね。もうしてるとこはしてるでしょうし、はい、店長さんのお店でしたっていうことで、まあ、基本しないですね。しない基本っていうことはすることもってことですか。まあ、あと10回転とか20回転ぐらいで発動しますとかだったら、さすがにちょっとそれはすいませんすることもあると、まあ、なるほど、確かに、はい、ありがとうございます。あとはですね、右打ちランプとか各辺の台が落ちてるのを発見したら、それはリセットしますかしませんか。必ずします。必ずしますか。これは多分しない店は多分ないと思います。僕は、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃ拾ってるんですけど、多分1年間で右打ちランプ100回ぐらいは拾ってるような気がするんですけど、それは僕が先に気づいたからっていうことですかね。なんだかんだで、まあ、アルバイトさんとか一般社員の方とかがバーって見て回ったりすることが多いので、まあ、そもそもそれを知らなかった。そうですよね。それよく僕思うんですよ。通って掃除しても消さない人とかいるんで、教えて。教えはしますけど、もちろんアルバイトの方とかで、みんながみんなパチンコ打つわけでもない、全く打たない方とかもいらっしゃいますから、まあ、やっぱ気づかない方は気づかない。なるほど。じゃあ僕みたいに右打ちランプを拾ったっていう人がいて、それを目撃したら声かけますか。それはさすがにかけれないですね。あのもう完全にこっちの落ち度なんで、それ声かけてやめさせたらちょっとひどくないですか。ひどいですよね。ひどいですけど、実際に僕が打とうとしたら、いやそれお客さんダメですって言って止められたことはあります。その時はもうあの素直に従ってください。はい、続きまして、パチンコと、まあ、スロットなんですけど、利益の還元率とかって割合的にどうなのかなっていうのを伺いたいんですけど、例えば4円パチンコと20円スロットとかだったら、多分どっちだっていうのは多分ないと思いますね。あくまでお店全体の利益率還元率っていうところで見てる場合が多いと思いますので、まあ、よっぽど極端に偏ってたら、あのそれは是正したりとかっていうのはありますけど、最初から意図的に差を設けるっていうことはないと思います、ね、でもなんか旬な時にパチンコを力入れるとかはまああったりとか。もちろんありますね。例えばその
1% も 2% も買えるとかっていうのは多分ないと思います。 1% も 2% ってことで、まあ還元率、まあ、裏返したらまあ利益率、例えば全国平均の利益率が 16% ぐらいなんですけども、じゃあパチンコを 10% にしてスロットをじゃあ 20% にしてやろうみたいな運用の仕方は多分ないと思います。まあちょっとじゃあパチンコに力入れましょうってなったら、まあ平均 16% 取ってるお店とかだったら、じゃあパチンコをまあじゃあ14にしとこうとか、でスロットじゃあちょっとその分補填して、まあ17ぐらいにしとこうかとか、多分そのレベルだと思います。続きまして、オト行為とか取り締まったことありますかという質問。ありますね。ここ数年は本当はないですけど、そうですね、4号機時代とかかなり多かったので、まあ捕まえたりとかっていうのもあります。何をしてたんですか？体感機。体感機よくね書いてありますよね、体感機お断りみたいな。研修派電波出すやつですね。あ、スロットの話ですね。あ、スロットですね。レバーを引くタイミングとか終わるってことなんですね。体感機を引っ張ってくれますか？今の代ではもうないってことですね。まあ今それ系はないですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、終わりに近づいてきたんですが、店長がですね、もう、まあ、これ何年ぐらいいるっていう話したらもう分かっちゃうので、あれ、まあ、結構長くいると思うんですが、業界にこういう業界にしたいとか目標あったりしますか？今あのやっぱ参加人口とかはですね、あのやっぱ減ってってるので、まあ、もうちょっとね、まあ、みんなにこう楽しんでいただけるような業界でやりたいなと思いますし、はい、まあ、若い世代の方とかにもどんどんこうパチンコスロットの楽しさっていうのを知ってほしいなっていうところですかね。やっぱりお客さんにこうしてほしいなみたいなお願いとかあったりしますか？まあ一個お願いしたいなっていうのは、まあ結構特定日ばっかりで、ね、回ってる方とか、まあ、まあ結構たくさんいらっしゃると思います。まあ、特にあのプロの方とかね。僕が同じ立場だったら多分同じようなことをするので、あの、まあ、否定するつもりは全然ないんですよ。まあ、どこのお店に行こうがその方 の, あの自由なんですけど、まあ、特定日の時に、まあ、出してくれたお店とかに他の日とかもちょこっと足を運んでいただけたらなと。じゃないと特定日でもちょっと利益を取らないといけないようになって、まあ、皆さんにこう今楽しみを提供できてる部分がどんどんこう少なくなってったりするんじゃないかなと思いますので、まあ、今の環境っていうのをね保っていくためにもそういったところっていうのはぜひお願いしたいなと思います。店長さんのお店はなんか結構普段から入ってるイメージがあるんですけど、他のお店とかだと本当特定日と通常日のお客さんの入れが全然違う店とかありますからね。天と地の差みたいなね。特定日はあの稼働率も 70-80% ぐらいあるのに、うん、まあ、通常に行ったら、まあ、20-30% しかいないと。ザラにありますね。わかりました。じゃあ僕もね、あの、まあ、通常日のお店も行って、そこで餃子の王将をしたいと思います。たまには。はい、無理しなくていいです。はい、ということで熱いお話を伺ったんですけど、最後に店長の年収はおいくらでしょうか？何円ぐらいですか？それは言えないということ。わかりました、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお時間をいただいて、いろいろお聞きしてありがとうございます。僕もなんかもっとねちょっと至らない部分とか多かったので、ちょっと気をつけて、楽しみながらやっていきたいと思います。ということで皆さんありがとうございました。また次のチャンネルで会いましょう。バイバイ。